はい、皆さん、こんにちは、和道です。2017年10月の14日土曜日、10時44分です。ちょっとね、ナイヨタがどれくらい人気出るか、枠やってみましょなゆた枠です。う。みんなナイヨタをよろしく。博文鳥ですね。博文鳥の、ヒナです。かわいい。なやだ、ずっと見てられるな。まだ昨日来たばかりで、まだ挿絵が必要な状況だから。BGM もナユタの BGM 変えようか。ナユタ用の BGM にします。かわいいのにしよう。おはようございます。そうそう、トロちゃん、新しい文鳥さん、ナユタよろしくね。かわいいでしょ。アイテムありがとう、トロちゃん。トロちゃん、若干サムネ変わったね。昨日来たばかり。釈迦のパートナーだね。オスだと嬉しいんだけど、多分メスっぽい。なゆた まだうまく歩けない ドスドス歩く感じ、興味津々な。カメラに興味向いた。おい、カズいらっしゃい。バカありがとう。名前の由来はね、もともとほら、一匹飼ってんのが釈迦って名前だから、仏教系か、まあ、西洋の神様から名前取ろうと思ってたんだけど、じゃあ仏教用語でいろいろなんかいいのないかなって言ったら、リスナーさんが「ナユタはどう？」って言ってくれて、で「あ、ナユタいいね」ってなって、ナユタっていうのは仏教用語ですね。数の単位、サンスクリット語でね、すごい大きな数のこと。遊んでる遊んでる、ナユタが遊び始めた。かわいい。あ、引っ張ってきた。ネタ遊ぶの。キッチンペーパーをくしゃくしゃにしたやつをね、こう、もふもふして、巣に見立てて入れてあげてるんですよ。ちょっと待ってね。カメラアングル的にこれ。あ、ごめんごめん。かわいい。赤ん坊はかわいいね。目の下にエラみたいなのない？おい、こんにちは、シロさん。お疲れっす。のんちゃん、メガネないや。ちょっとメガネ取ってくるわ。ナユタ大人気なんだけど、どうする？え？あ、こっちあったわ。空前絶後のナユタブームが来てるよ。かわいい。はい、仕事行ってらっしゃい、シロさん。頑張ってください。行ってらっしゃい。行ってら。おい、MC もまた来てね。あ、風船ありがとう。かわいい。あ、シロさんもバーガーありがとう。アイテムありがとう。これずーっと見てられるな。これ定点カメラでいいんじゃないの、これ。もう。定点カメラでずっと見てられるもんね。新しいジャンルだよな。ナユタ枠。
もふもふもうちょっとそっち側に入れてあげるよ。これ餌じゃないから。ちょっともうちょいこっちがいい。あ、ごめんごめん。ごめんごめん。ごめんごめん。そうだね、産毛綺麗だね。ザ・産毛って感じ。ごめんごめん。ごめんって。立った立った。はいよ。背中がちょっとはげてる。まだ生えてないね。背中がまだ生えてきてない。桜文鳥じゃないですね。ねっこさんいらっしゃい。白文鳥ですね、この子は。白文鳥の、ナユタです。まだオスかメスかは分かんないね。楽しんでってください。正面顔の可愛さが威力がすごい。続けて。あ、OK。こっち側ね。こっちおいで。こっち、こっちが見たいって。なゆた。こっちおいで、ほら、なゆ。うん、おいで。こっちでしょ。この顔でしょ。なゆた。なゆたが遊んでる。ツンツンつって。ツン。いいね。元気に遊べないよ。キッチンペーパーだからね、多分食べらんない。ちぎる力ないから。ティッシュとかだと危ないけど。かわいい、かわいい、やば。寝た寝た。すごいな、すごい勢いで寝るのと食うのを。いやー、やっぱうまくできてるね、生物ってね。あ、やっぱもう可愛さが100点だもん。もうだってペットショップ行ってちょっとね、まあ釈迦のパートナー探すかって言ったけど、もうこんなん連れて帰るしかないもんね。釈迦と対面させたよ。だからね、釈迦はね、なんか何こいつみたいななんか変な生き物いるけど何みたいな、気持ち悪いんだけどみたいななんかそういうリアクションだったね。友達だとかさ、敵だとかそういう感じじゃなくて、そう、4歳の白文鳥がいるんだけどね、誰お前みたいな、鳥みたいな、そういう感じだった。なんで俺の家に鳥いんのみたいな。釈迦は完全にもう自分のこと人間だと思ってるから、なんかのんちゃん変だよねとかね、和道さん何こいつみたいななんかそういうすっとぼけた。でなゆたが釈迦見たら、お母さんですよね、お母さんですよねみたいな感じのリアクションなんだけど、知らねえしみたいな釈迦のクールな感じすごい面白かったよ。なゆたがギャッ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 って泣いて、お母さんですよね、お母さん、お母さんってなってんだけど、釈迦はぁみたいな、知らないんだけど、誰お前みたいな、なんかうるせえ生き物だなみたいな、ね、そういうそのギャップがすごい面白いんだよ。だから仲良くなりそうっていうか、その喧嘩にはならなそうだね。攻撃とかしなかったからすごい良かった。リエコさんいらっしゃい。いや昼間だからね、ナユタいっぱい見れるよ。ナユタ観察枠です。あ、高画質なのがいいよね。おはようございます。うん、ひなから挿絵がまだ必要ですね。初めての経験で。釈迦はもう自分で餌食べてたから。ただひなは声が汚い。
声は可愛くない。あとうるさいね。ギャーギャー泣く感じ。ひな探し中なんだ。今シーズンなんで、掲示板とかで探したり、ペットショップで探したり。何文鳥を探してるんですか？白文鳥。俺は白2匹ですね。白、白文鳥2匹ですよ。何文鳥を探すの？あ、白なんだ。この子はね、まだ1ヶ月。かわいいですよ。波文鳥もいいなと思うけど、クリーム文鳥、シルバー文鳥、コンプリートしたくなるね。もう文鳥100羽ぐらい囲まれて生活したいもん。文鳥が可愛すぎる。まあ飼えない人はね、一緒に育てる感じで見守ってくれると嬉しいです。ひなからだと完全に手乗りになるよ。もうだって手のひら乗っかるもん、この状態で。もうすごい慣れてるから。手怖がるどころかも、ほら。ほら。くわえちゃうもん。ガブって。ガブガブガブって。全然大丈夫。うん。もうベタベタに人に慣れてるね。警戒心ゼロだよ。この子も多分自分のこと人間だと思う。だって昨日連れてきた子なのにここまでね、慣れてるってすごいよね。だから多分ペットショップの店員さんがすごい可愛がって育てたんだと思うよ。はい、アロイスいらっしゃい。可愛いでしょ？文鳥のヒナだよ。もう完全にチョコボだよね。完全にチョコボ。思ってたよりも数字伸びないな。やっぱり釈迦よりも俺のトークの方が面白い。釈迦じゃないか、文鳥。生後ね、1ヶ月ぐらいですね、ちょうど。生後1ヶ月ぐらい、ミュウミュウ。これから、もう、育って。ちょっとね、ぶっちゃけた話、生まれたばっかり、グロいんだよ、羽もなくて。もうなんか、エイリアンみたいな状態の。これくらいが、多分一番可愛い時期だと思うよ。じゃあじゃあ、じゃあ、もふも、じゃあ、遊ぶんじゃないの。餌じゃないって。餌じゃないの。ベッド作ってあげたの、ベッド。ダメだ。俺が近くに来ると餌もらえると思ってさ、はしゃぎ出すね。サキンチョさん、おお、サキンチョいらっしゃい。久しぶり。かわいいでしょ。アロイス、風船ありがとう。ああ、そうなんだ。8年。長生きしたね。長生きだ。パクパクパク、パクパク。遊んでる。まだでも遊ぶ、やんちゃではないかな、この子。髪食べてないよ、大丈夫。あの、硬いね、キッチンペーパーにしてるから。あの、食べらんない。握力もないし。ちぎれないから。多分、おもちゃみたいに遊んでるだけ。大丈夫だよ。あの、キッチンペーパーをこう、刻んで、あの、ほら、食べないでしょ。クッションにしてるだけだから。要は毛布だね。巣に見立てて作ってあげた。まだ赤ちゃんだね、ヒナの状態。子供で言うとどれくらいだろうな。1歳くらいかな。成長早いよ。ご飯食べること以外興味がない。普通のご飯は食べれない。あとで餌あげようね、一緒に。鳴き声がね、綺麗じゃない。
もううるささを追求したような声だよね。餌くれ餌くれ餌くれってフォローありがとう、フォローありがとう、おはよう。閲覧そんな伸びなかったな、俺の思い違いだった。かわいい、ずっと見てられるし、和道さんのところで泣き声も癒されましたね。ただね、あのペットロスって言って、ペットが亡くなった時にさ、やっぱ飼い主はへこむわけじゃないですか。ペットロスが一番激しいのは鳥って言われてるんだよね。そう、小鳥をね、死んじゃった時にね、やっぱり飼い主が一番寂しがるらしい。それくらい可愛いんだって。なんでなんだろう、ワンちゃんとか猫ちゃんも可愛いよね。トカゲとかも可愛いし。寝た。え、元気に育ってくれるといいけどな。で、なおかつオスだったら最高だよね。で、釈迦と卵産んだらもう完璧。なゆた？なゆた？まだ反応しないね。のんちゃんがね、もう可愛くて可愛くてしょうがない。のんちゃん昨日ずっと寝る前にもうなゆたが頭から離れないっつってずっとね。ねえのんちゃん、なゆた可愛くてしょうがない。のんちゃん、ちょっと俺の代わりにさ、10分ぐらいラジオやりなよ。なゆた映してるから、映らないから。ちょっと歯磨きたいの俺。10分間ぐらい変わってここで。ちょっとのんちゃんに変わります。声のパートナー、僕の彼女に変わりますね。そこに座って、これがマイクだ。顔は映らないから、うん、そこにカメラ。なゆた解説枠やって。なゆた解説枠、こんにちはって。こんにちは、おはようございます。寝た、寝ましたね。アメさん、おはよう。ちょっと小さすぎて触るのが怖いぐらい小さいです。こっち見た。ブコブコランドさん、おはよう。コミちゃんはどつ、おはよう。カメラさん、おはよう。和田さんは今歯磨きに行ってしまいました。
される。ベコグランドさん、ハートありがとうございます。ねえ、癒されるよね。ちょっと昨日の夜はなんか気になってあんまり眠れなかったから、今日はなんだろう、ちょっと寝不足だな。寝ちゃった。トムさん、はじめまして。すやー、ヤミさん、おはようございます。うん、文鳥の日の初めて。餌は、あ、風船ありがとうございます。餌はなんか4時間おきぐらいにあげるみたいですね。まあ、なんか潜ってる、羽に潜って寝てる。すごい。あ、トムさん、風船ありがとうございます。こみちゃん、バーガー2つありがとうございます。こみちゃんになったんですね。ちょっとサムネがこみちゃん。つるが配信止まった。つるさんですかね。つるのしんさん、配信止まっちゃったのかな。なんだろう。小杉さん、こんにちは。あ、ハートありがとうございます。つりんばんばこうちゃんさん、この時期の鳥ちゃん懐かしい。あ、初見さんいらっしゃい。うん、ありがとう。はい、じゃあ変わります。ありがとう。いっぱいアイテムもらいました。おお、すごい。ありがとう、みんな、みんなありがとう。こみちゃん、アカウント作った。え？何アカウント作ったって。うん、コウメちゃん、アカウント2つ作った、うん、名前変わったの知ってるよ。あー、いいっすね。赤星インコとオカメインコだ。今回は文鳥さんですね。釣りパパさんいらっしゃい。初見さん楽しんでてね、ピントが合わなくなっちゃった。ひなから育てる釈迦の場合はね、成長だったから。
ピントが白だから合わないね。ね、あ、ピント合った。はい、ただいま、タマさん。鳥かわいい。はい、ワドツー、ハピネスさんいらっしゃい。ワドツー。じゃあもうあと5分したら、あの、なんだ、なゆた枠やめようか。どうする？もう30分ぐらい見たい？解放お疲れ。あ、もう30分やろうか。あ、どこ行くの？何を？タバコ買いに行く、うん、あれモンスターエナジー買ってきてるの？え、どこに売ってるの？コンビニで買うんじゃないの？自販機、自販機で買うの？そこの、うん、じゃあさ、あのコインランドリーあるじゃん、うん、そこの中にある、奥に自販機、うん、なかったらいいや。はい、マネユいらっしゃい。インコさんいらっしゃい。鳥かわいいよね。もうちょっと見たい。あと4分で終わりにしないで、もう30分やる。まだ見たいっすか、皆さん。かわいいよね。あ、ダメだ、タバコ吸えねえや。花火ありがとう。かわいいでしょ、ありがとう。あ、花火ありがとうございます。匿名さん、癒されてってください。昨日来たばっかりです。名前はナユタ、ナユタです。もうちょい見たい。じゃあちょっと奥でタバコ吸ってくるわ、待ってて。文鳥だけなんですよ。もう一匹いますよ。白文鳥がいます。成鳥が。ナユタ、餌もらえると思っても。あ、ごめんごめんごめん。ナユタ、ちょっとタバコ吸ってくるね、奥で。文鳥懐くよ。うわ文鳥懐くどころないですよ。ベタベタですよ。ベタベタ。
文鳥買いに行くの、釣りパパ行動だね。ペット飼いすぎだから我慢。あのね、猫とか飼ってたら絶対無理ですね。ただのおもちゃなんで。にゃんこからするとね、もうただのおもちゃですよ。やられます。うん。一緒に飼う感じで。みんなで育てよ。みんなで見守ろう。まあない。ありがとう、ありがとう。うん、ご飯さっきあげたのにね、あんないっぱい餌袋パンパンなのにまだ食べたがるもんね。なんか時間的にそういう時間だったんじゃない。お、寝てる時間だったんじゃない。さっきは寝てる時間だったのかな。ちょっと早かったね。活動的になったよね、だいぶ、うん、めちゃめちゃ可愛いよね。ガブー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 。イケメンだな。超可愛いよね。なんかさ、あの学校の帰り道とかでさ、昔ひよこ売ってたっていうな。俺一回も経験ないんだよな。カラーひよことかの世代の人いる？なんか親に怒、カラーひよこ買ってきて親に怒られたとかいうエピソードあるじゃん。俺カラーひよことかひよこを売ってる人見たことないんだよね。 NG ワードはないですね。詐欺師かな、漢字で詐欺師感じで詐欺師が NG ワード。 NG ワード作ってもいいよ、あの俺にだけ伝えたいメッセージね、うん、作った方がいい、うん、あ、いたんだ。そりゃ子供買っちゃうよな。カラーひよこっていくらぐらいで売ってたの？今の貨幣価値でいうといくらぐらいの値段で売ってたの？いなかった。東京だからじゃないの？うん、でもあれスプレーで塗ってたんでしょ。なんか染めてたみたいな。ねえ、カラーひよこあるんだ。あるんだ。和藤さんに伝えたことがある。あ、じゃあ詐欺師って感じで書いてください。詐欺師って書いてみて、うん、お祭りでしか見たことない。お祭りでも見たことないんだよね。ずんぐりしてるね、アグリンね。ちょっとね、ずんぐりっていうか、なんかやっぱね、あの羽が飛ぶ用の羽じゃないんだよね。温める用の羽だから、それ首周りの灰色の部分かっこいいよね。ちょっとシルバー入ってる。大人になると白の鶏にならねえわあー、そういうことか。カラヒヨコがってことか。いや、この子が鶏になるのかと思った。ちゃんとでも大人になるんだね。え、でもすぐニワトリになっちゃうでしょ。鳥は可愛いよね。うん、朝になると鳴き出す。クックドゥルドゥル。お、なんか活動的だな今日は。ストレッチしてる。あ、カラヒヨコ売ってた。なんか成田ってでっかいお祭りがあってさ、祇園祭っていうのがあるんだよ。あの京都の祇園祭なのかな。あ、いいよいいよ。アイテムはあの投げられる時でいいっすよ。お気持ちなんで、あの強要はしてないんで僕。あのなんかこう給料入ったりさ、パチンコで勝ったとか、なんかいいことあったとか、仕事がうまくいったとか、そういう時に投げてもらえると嬉しいですね。なんか常にアイテム投げろ投げろって配信好きじゃないんで。あ、 NG になってるよ、タマさん。詐欺師で感じでなってるなってる。俺しか見えてないよ。どうぞ、詐欺師って感じに入れたら、あの俺にしか見れないんで。遊んでるな。肛門がヒクヒクしてた今。ハム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 、うん、にゃ、よっこ。
かね、右目をつぶる癖があるんだよね。右目だけ閉じる癖があるんだよね。この子器用なんだよな。ピントが合ってないんだよ。植えてるね。かわいい。めんこいね。子供ってかわいいね。坂もかわいいよ。ずっと見てられるな。どうだろう、餌袋減ったかな。まだうんちしてないよね。あ、してるしてる。もう2発してるよ、のんちゃん。うんこ2発してる。うんこしてる。多分ね、あともうちょっとしたらご飯あげてもいい。のんちゃんあげてみる？やって。いいよ。やだ。怖い。怖い。簡単だよ。そんな難しくないよ。餌あげる。もう餌もらうことしか考えてないじゃん。すげえ鳴き声。自分で手に丸か。ねえ。この鳴き声結構すごいよね。パワー系だよね。パワー系池沼だよね。うん。ピントが合わない。オートフォーカス切ろうか。オートフォカメラ制御焦点この辺で合ってるかな。これで多分ピントずれない。
開けてる方が可愛いんだけどね。寝る感じで。なんか羽のところにうんちついちゃってる、これ首のところうんこつけてるね。ファッションリーダーすぎるでしょのんちゃんコットンある？コットンさ少し湿らせてくんない？ちょっとうんこ肩のところにうんこつけてるからこの子ちょっと拭いてあげよう。ダメだよなゆた、ファッションリーダーすぎるでしょダメだよ、うんこまとったら。ちょっとうんこついてるよね、少しだけ。ここの部分、ここの部分、ここら辺うんこだよね、これ。これうんこでしょ。ちょっと拭いてあげよう。ダメだよ、なやた、うんこつけたら。うんこついてるじゃん。いや、うんこだよね、これ。なんかね、変な毛色があるなって。ここに緑色っぽいっつうか、このここのところ、これうんこなんだよね。あ、どっち？ありがとう。なやた掃除するわ。なやたおいで。うんこ、うんこついてるから。うんこ拭くの。うんこ、うんこつけたらダメでしょ。ちょコットンで拭いてあげる。衛生的に良くないから。いや、ピーじゃなくて、餌じゃないから。うんこついてるから。おいで。うんこ拭くの、餌じゃないの、うんこ拭くの、うん、さっき食べたでしょ、さっき食べたでしょ、うんこ拭かせて。あ、分かった分かった分かったよ、うんこ拭くの。ちょっと待って、うんこ取れないじゃん。うんこ拭くよ。取れねえな、うんこ。これ餌じゃないから、うんこ、うんこ取らせろ。うんこ、ちょっと、あ、気づいた、了解、たまちゃんありがとう。うん、要はね、俺何もやってないんだよ。でそういうのはもうリスナーさんから信用されないで、どんどん人離れてくよ。だからそれは閲覧が証明してるから。ありがとうね、教えてくれて。うんち拭くよ。はいはいはい、分かった分かった、綺麗になろうね。うわ、ちょっとそっちが、こっちが向いて、うんち拭くよ。何やった、綺麗にしよう。お風呂入れないからね、まだ。どれ、うんち取れた？シャコはね、これよりももうちょい大きくなってから。ちょっとなやた連れてくね、ごめんね。なやた、うんこ取るから、うんこ取るから。すげえな、声うるさいうるさい。ちょっとマイクハウリング起こす、うるさいって。なやた声でかい。分かった分かった、ご飯あげるから。あ、餌袋もうない。あ、もうお腹空いてるわ、あげよう。もう消化しちゃってる餌。早いね。なえた、ちょっと待って、お腹痛くなった。うん、よし、じゃあご飯あげよう。分かったって、ちょっと声でかいって。静かにしなさいよ。閲覧減るから、なゆた、なゆた、閲覧減るから。うんち取ったら、よし分かった、ご飯あげるから今。分かった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 、なゆたにご飯あげるね。じゃあちょっとご飯作ってきます。元気だね。ご飯作ってきます。なやたの餌あげよう。
か早いな。さっき8時ぐらいだよね、開けたの、うん。じゃあ、なゆたにご飯あげまーす。なゆたにご飯あげまーす。初めての餌やり。ああ、待って。待ってなよ。昨日よりでかくなった気がする。ああ、ダメだ。お、飛び出した、飛び出した。なゆた、ダメだよ。なゆた、なゆた、何やってんの？飛び出したんだけど。ジャンプしたんだけど。なゆた、そうそうそう、何やってんの？何やってんの？そう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 、飛び出したらダメでしょ。ダメだ。本気だわ。なゆた、ダメだよ、飛び出したら。ちょっと、なゆ。なゆた、オッケー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 。はいはいはい。はいはいはい。よしよしよし。よし。はいはいはい。はいはい。うん。なゆた、ちょっと。すげえ、本気だ、本気。静かにして、ちょっと。うん。はいはいはい。はい。はい、ちょっと待って、なゆた。ちょっと待って。なゆた、ちょっとカメラのこととか、ちょっと考えて。ちょっと待ってないよ。はい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 、映んないね、ダメだ。はい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 、寝た。はいはい、餌袋いっぱいになった。もうちょっとかな。もうちょっとだね。お腹空いてたのね、なゆ。わかったわかった。ガンガジじゃん。はい、泣いた。はいはいはい。グロ。まだ食うの？もうお腹、餌袋いっぱいだよ、なやた。もうダメ、もうダメ。ちょっと栄養剤ね。すごい。なゆた無双。すごいことになってる。栄養剤ね。あんなおとなしかったのに。今度は栄養剤。あえて栄養剤。離乳食。わかったわかった。あえて待って。ちょっと待ってって。なゆた待って。はい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 。なゆた、こっち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 、はい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 、なゆた、おいしい？うん、
わかったわかった、ちょっと待って。わかったって。はい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 、うん、美味しいね、美味しいね、うん、わかったって。狂ったような。最後ね、最後最後ね、はいはい最後最後、はいはい、こっちこっちこっち、はい、ナエタおいで、ナエタおいで、ナエタ、あー羽びちゃびちゃになっちゃったちょっとまた掃除しないと。のんちゃんコットン、ナエタがクラッシュした。さっきのコットンもうダメ。はいはい、ナエタ、はいナエタ、はいはいはい、はい終わり、はい終わり、終わり終わり、美味しかったね、ナエタ美味しかったね。ビチャビチャだから拭くよ。ネタ。ネタ。ビチャビチャだから捨てるから。分かった分かった分かった。うん、お腹いっぱいになった。うん、お腹いっぱいになったね。うん、はいはい。もう終わり。あ、お腹パンパンだ。ちょっと上げすぎたかな。でもこんなくらいだ。こんくらいだった。食べたいでしょ。ちょっとうるせえな本当に。うるさい。シャカすごい。わあ、静かに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 。なんか、ちょっとおとなしくしますよ。暗くして強制的に、もうダメだ。スケーション。はい、じゃあこれで終わりにします。次枠いきます。ごめんねリスターさん、ちょっと本能ってすごいね。みんなお疲れ、ありがとね。次枠いきます。次は普通の雑談します。おつー、やっとおとなしくなったか。うん、おとなしくなった。いい子ね、いい子だ、いい子だね。分かったよ。うんうん、あー、ダメダメダメ、おとなしくなって。ダメ、本能ってすげえな。どんだけ食べたいの？どんだけ食べたいの？でけえな、これ。羽きれいだな。食べたでしょ、いっぱい食べたでしょ、はい、もう終わり、もう終わり、もう終わり、うん、お疲れー。やっとおとなしくなった。食べた、うまかったぜっつって。じゃあ、なゆた枠終わりです。いや、大変だ。
ガン泣きです、ガン泣き。大変だったね。お疲れ様。もう終わり、餌はあと4時間後。わかった、ナユ。出た。4時間後ね。いっぱい食べたでしょ。お腹パンパンでしょ。パンパンでしょ、ナユタ。眠くなった。ほら眠くなってきた。寝な。お腹パンパンじゃん。胃袋パンパンでしょ。出っ張ってるじゃん。餌がパンパンに詰まってるでしょ。ね。味わってる。ペロペロしてる。うめえっつって。蜂蜜入れの高栄養タンパクだから、うん、大きくなるんだよ、うん、鳥だけに鳥をつって、うん、なやた今あの左と右にさ餌袋がパンパンになってるでしょ。これちゃんとね、さっきもあげたんだけどね、それでも餌くれ餌くれって言って寝な、慣れた、うん、腹いっぱい、腹いっぱいで動けない、うん、稲子で、なんだろうね、右目だけつぶるよね、この子、うん、うん、騒いでたからお腹空いちゃったんだよ。ん？騒いでたからお腹空いちゃった。あー、運動したからね今日。可愛いね。じゃあ皆さんお疲れ様。次枠行きます。次は雑談枠です。もう多分寝る、寝かせる。多分疲れちゃうから、あんまり遊びすぎると。じゃあみんなナユタをよろしくお願いします。今後ともお疲れっす。ナユタ、やっぱ反応しない。これ文鳥だよ、うん、ナユタカメラ近すぎるわ。ナユタカメラ近すぎるわそれ、うん、反対側から映すか。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。